すべての始まりを思い出してくる。ある日の夜の手紙、触れ切られたのは誰？なくしたかったベンチは棺の中に隠して、今宵また演じましょう。笑しよう。夜更けに誰が何の御用でしょうか。ごめんくるさい、一晩だけ止めてくれませんか。あらあら、夜の森は危ないね。早くお入りなさいな。招かれざるのお邪魔しだすよ。不思議な見たこともない景色ですか。ここはどこ、なぜあの子は音楽なんでしょう。舞台セットもキャストもお騒がんものになった。今すぐ帰るすべ、私の世界に行けない。夜の世界似ているあの子マジか。一人だけやり直しで、この日の夜を住む。ページは見つからず、時間だけが見直にも過ぎていく。どうすれば舞台は終わるのでしょう。すればみんな落ち着けれるのか。舞台は続く、だから主役が死んでも舞台は終わらない。新しい誰が生きてできればいいの。新しいページを紡ごう。やはり私がやらなくては、みんなすぐ飛び出すために、握りしめてポケットに見つけたのはエンドロール。これでみんなが助かる。恋あの子を奏らして、死んだ彼女を取り戻しましょう。本物と偽物をすり替えるためのアンコール。あの子に絵だけを秘密にして、あなたに会いに帰るために、7人で演じましょう。素晴らしい夜は全て裏切られた日の誰かの回路急にね、完璧に仕組まれたシナリオ通りは映えない。今で今日に飲み込まれた君をラブシュート気に込まれて、だけどまた舞台の虜にして、滑るように掴み取れ、しないよ。